試合を行います。赤コーナーよりユリ・ベキシェフ選手の入場です。76センチと小柄ではありますが、その空手の技は驚異的であります。初参戦のユーリ・ベキシェフ、91年からロシア空手選手権3連覇の実力を持っています。ユーリ・ベキシェフ、青コーナーより成瀬正幸選手の入場です。第2試合30分一本勝負を行います。赤コーナー176センチ、81キログラム、リンスロシアユーリ・ベキシェフ。青コーナー177センチ、88.9キログラム、リンスジャパン成瀬まさゆき。レフェリー北澤元幸。さあ第2試合です。この試合のレフェリーは北澤元幸さんです。左が成瀬正幸、そして右ユーリ・ベキシェフ、初参戦です。成瀬は髪を少し短くしました。心機一転頑張りますということです。こちらユーリ・ベキシェフ、こちらは熊久保さんおすすめの、ね、はい、そうですね、選手です。ほぼ体格は、ね、一緒です。そうですね、これ非常に楽しみですね、はい、体重はしかし成瀬の方がですね、およそ8キロほど上回っています。さあゴンが鳴りました。この試合は普通のリングスルールで行われます。30分一本勝負。成瀬選手も打撃で勝負する構えですね。そうですね、ロシアの選手権で3連覇。さあバランスを崩したチャンスです。グラウンドの展開に入っていきました。成瀬がもうしっかり腕を取っています。ユーリ選手、こういうリング初めてですからね、今足ちょっと滑ったみたいですね。あ、そうですか、はい、田中さんも放送席に帰ってきてくれました、はい、さあ最近の成瀬選手、どの辺に田中さんは注目してますか。まあ、今までは仕方なかったですよね、体重とか、ね、最近はね、体格がね、はい、体の大きさでね、おー速いキックです。なかなかキレのあるところを見せます。さあ膝がボディに入っていきます。まあ、今日はリングスジャパンが全部揃い踏みだったんでね、裏を取りました。このまま片指で決めるか。いや、膝中に入りました。裏から入りました。膝を攻めます。こらえることができるか。ユーリ、エスケープ。大阪にしてますね、お客さんが爆発し始めました。まあ、やっぱりスピードがありますからね、両方ともね。そうですね、見応えがあります。かかとは当たりません。後ろから振り上げていきました。さあ担ぎ上げた。
まだこれは不完全です。まあ、でもロシアの選手はみんなこっち背筋が強いですよね。なるほどね。最近はパリエル選手はじめ空手の選手が、ね、このリングスマットで活躍していますから。そうですね。このベクシェク選手も俺もというところあるでしょうね、当然ね。はい、おこれはエスケープです。エスケープ、空手の選手がね、でもここまでエスケープ取れるということはよくやっぱり万全練習しているというかね、先にリングスを研究してますよね、このルールをね。確かにそれは立派ですね。なかなか気合を入れます。じゃあ、まあ関節技はできなくても、まあ、逃げる練習はしてますよね。はい、今のを見たらそれが伺えます。ユーリフ・ベキシェク28歳、二投げですね。お客さんが湧き上がります。翔天、あーと右の翔天がふらついた、ふらついた。翔天のコーナーに向かっていきます。ワン、ツー、ちょっとガードがない状態になりました。まもなく3分になろうというところです。気合を入れます。ベキシェフ、ワン、ツー、スリー、フォー、アゴリヒットしました。いや、噂にたがわるいい動きをします。すごい気合ですね、ユーリーは。さすがに極真というね、戦い方です。これはダウンか、ダウンか、ダウンだ。ナルセも返します。ダウンの応酬があります。お客さん大喜び。かかと落とし、これはフェイントだ。今度はベキシェクが行った。ダウン、ワン、ダウンだ。今度はナルセがダウンだ。ボディに直撃。立てられるか、ナルセ。立てられるか。いや、これはきつそうですね。そうですね。いい試合になりましたね。ベキシェクダウン3つ。あーと、これは外しました。うまく外した。足首を取りに行った。足首を取った。まだ不完全。これをひねりを加えたい。逃げました。いや、ユーリすごい気合ですよ、これは。これはキャラクター、いいキャラクター持ってますね。いや、しかしね、お互いにね、このムードに飲まれてですね、もうガードなしで突っ込むでしょう。だからこういうダウン合戦起こるんですよね。確かにこのムード今すごいものがあります。大阪府立体育会館、いい意味で言えば塩で燃えてますけどもね。お客さんがこれ2人煽ってますよね、だいぶ ね。まあ、ユーリーはまだ一番得意技にしてます。体として出してませんからね。そうですね、隠してますね。グラウンドの展開に持っていきました。こうなってはユーリー危ない。ユーリー・ベキシェフ、足がかかっているのか。これはいや、まだ逃げていません。我慢しているようです。逃げられない距離ではありません。これで逃げるでしょう。これでエスケープするでしょう。これでしかし4ダウンになってしまいました。換算しまして有利。次はラストダウンです。さあ、あと一つダウンをもらえば成瀬正幸 OK です。お互いに脳の蹴り合いだ。まあ、成瀬の足に効かないですね、あのローキックは。なるほど、はい、あまり簡単にはエスケープしたくないところです。ベキシェフ、その辺どうでしょう。しっかりと初めてなんですが頭に入っているか。そうですね、その辺がちょっとポイントになりそうですね。はい、まあ、エスケープで換算しますとあと2回はできます。これは、ブレイクですね、今のは。ブレイクですね。このブレイクはでも本当に助かりましたね。有利は助かりました。いや、このブレイクでね、本当に助かりましたよ。さあ、お互いにダウンの応酬という素晴らしい展開、見てて楽しいという展開になってきていますが、成瀬は心機一転この試合にかけています。さあ、翔天の足だ。攻めていく、膝が入った。試合終了。5ダウン TKO です。最後は意外にも打撃でしたね。そうでしたね。しかし非常に気持ちのいい試合でしたね。そうですね。まあ、我慢比べでナルデが勝ちましたね。もう非常に楽しみですね、ユーリ選手は今後は。リングススタイルになれればこれは非常に面白い選手になりますね。そうですね、はい。
やっぱりスピードはあるということ、本当にいいことですよね。確かに見せてくれました。本当にスピードあるところを見せてくれたリングスロシア、ユーリ・ベクシェフ。この2人はいいライバルになるかもしれませんよ。そうですね、今後お互いに小兵ではありますが、それを何かこう挽回するようなものを持ってますから、そうですね、2人がね、はい、あ、本当に気持ちのいい終わり方をしてくれました。両者がお互いに、成瀬がパフォーマンス、素晴らしいものを見せ合いました。第2試合、成瀬がユーリ・ベクシェフ初参戦の選手を破っています。胴回しかなんか一発入って、一瞬ほんのちょっとなんですけど記憶が飛んだっていうか、パッと気が付いたら僕立ってたんで、食らった瞬間ちょっと目の前パッと真っ白になって、気が付いたら倒れてたんで、あ、どうしたんだろうって感じで、破壊力がバネがあるからすごいですね。あの、乗れないです。まあなんとか勝ってよかったです。直線バイトですもんね、相手はね。そうですね、だから直線って感じじゃなかったですね、ターンしたですもんね。だから僕なんかも結構噛み合ったっていうか、僕ももう別に防護やるしかないと、逃げ回らないでやるしかないと思ってたんで。トーナメントの話なんですか、もう間近に考えて、いや、まだそれはまだ何も考えてないです。これからなんで、前田さんに選んでもらえれば感じですね。真っ暗も飛んでるから、やっとちょこっとだけかもしれないので抜けてたような気がします。今頑張ってください。頑張ります。どうもありがとうございました。